植物園かなり並んでますけど、あの曜日と時間帯がかなり限定されてるんで簡単に見れないんですよ。まあ、なのでかなり多くの人たちがその時間に合わせて今並んでますけども、まあ、個人的には、まあ、自然なんてね、郊外に行けばもうありえないような自然はたくさんあるんで、あえてここでね並んでお金も払ってまで見るっていう、うん、思いましたけど、暇っていうのもあるんでね、あのかなり限定的なんでなかなかない機会っていうこともあると、ちょっと限定に弱いのかな、やっぱ日本人の私はね、あの結局並んじゃってますねはい、どうなんだろう、まあね、期待を上回るのか期待外れなのか、どうでしょうね。ちょっとまあそんなに待たないと思うんで並んでみましょうかね。超限定のこの場所にようやく入場できます。果たして待った甲斐はあるのか、見てみましょう。入場までもかなり時間かかるんですけど、入場してからもすぐには回るわけではないんですね。結構あの名前と出身、どこ出身とか名前とか記入して、で入場券を購入すると、とにかく待ちです。
ボテンは芸術ですね。もう植物園でありながら博物館みたい。もう個性豊かな形。でもね、サボテンには絶対触らないでくださいね。あの目に見えるトゲだけじゃなくて細かいトゲありますんで、あの、本当にそのトゲ取るのに苦労するんで、絶対にあの下手に触らないでください。ほらおばちゃん、ちょっとね中に入って細かいトゲ刺さっちゃいましたね。ほんとね危ないんですよ、サボテンはね。危険ですよ。いやーねー、これいや途中までは全然見応えない感じのツアーだったんで、いやこれは退屈だなと思ってたんですけど、最後の最後にサボテンとこの個性的な木々植物、いやかなり見応えありますよ。途中までは魅力が分かりませんでしたけど、このツアーの終盤にかけてこれは素晴らしいですよ、このツアーは。ただ私何を迷ったのか、どういう間違いか分かりませんけども、あのなぜかスペイン語のツアーに参加してましたね。一文字も分かりませんでした。いやーこのね素晴らしいサボテンの作品たち、これは自然の傑作ですよ。かなりツアースタートしてからの前半は、まあ、言葉がわからないっていうのもあるんですけど、全然サボテンとかあんまりなくて、かなりいやこれいまいちかなと思っちゃってましたけど、終盤にかけて本当に個性的な植物と、やっぱりねサボテンはちょっとすごいね、サボテンの大きさとあの個性豊かな形、これは見慣れてないせいか分かりませんけど結構良かったですね、感動しましたね。あと写真も映える。これは満足できると思います。はい、なのでおすすめです。荷物預かってくれるサービスがあるので、はい、おそらく無料じゃないかな。いや素晴らしい、ここは30分待つ価値余裕でありますね、素晴らしい。